プロセッサーテクノロジーコーポレーションはかつてアメリカ合衆国にあったパーソナルコンピュータメーカーであるカリフォルニア州バークレイにてゲイリー・イングラムとボブ・マーシュによって1975年4月に設立された同社の最初の製品は3つ社のアルタイル8800向けのラムボードで3つ社純正のボードよりも信頼性が高かったこれに続いて他のメモリーボードや ビデオディスプレイモジュールなどの愛、オーボードが発売された。ポピュラーエレクトロニクス氏は、コンピュータ端末の特集記事を募集し、技術編集者のレス・ソロモンは、マーシュトリー・フェルゼンスタインに設計を依頼した。これは1976年7月の表紙に掲載され、パーソナルコンピュータソルマイナス -20 として同社から販売された。1976年12月より出荷され、 ソルマイナス -20 は同社のヒット作となった。しかし、次世代製品の開発に失敗し、1979年5月に事業を停止した。ボブ・マーシュ、ーフェルゼンスタイン、ゴードン・フレンチは、1975年4月から7月にかけてソルマイナス -20 の設計を行った。ソルマイナス -20 は8ビットのマイクロプロセッサインテル8080 80を使用し、 2MHz で動作した。ソル -20 と当時の他の多くのマシンとの大きな違いはビデオドライバーが内蔵されていたことであり、コンポジット映像信号を出力してモニターに表示することができた。ソル -20 はケース底面にマウントされたメインマザーボードとコスロットの S-100 バスカードケージで構成されている。メイン基板は CPU、メモリ、 ビデオディスプレイ、I、O 回路で構成されている。ケース内部には電源、ファン、キーボードなどが搭載されている。ケースは IBM ブルーに塗装され、ケースの側面にはウォールナット材が使用されていた。同社は1977年から1979年の間に約1万台のソル -20 を製造した。同社の製品は、 電子工作キット、または組み立て済み製品として販売された。また、コンパクトカセットに収録したソフトウェアも販売していた。テープの片面は、同社独自のカッツフォーマットで、もう片面は、カンサスシティスタンダードフォーマットで記録されていた。ゲイリー・イングラムとスティーブ・ドンビアが、ソフトウェアユーティリティを書いた。ユーザーズマニュアルは、リー・フェルゼンスタインが執筆した。 ビデオディスプレイモジュール1は S-100 バス発のビデオディスプレイインターフェースである。このボードは64桁16行の大文字、小文字の書体を生成し、コンポジット映像信号として出力する。VDM-1 はシステムメモリの1024バイトセグメントを使用してメモリマップ度 IO を提供することで高性能を実現し、 ハードウェアによるスクロールにも対応していた。VDM-1 ビデオボードは、テレタイプ端末やシリアル接続端末を使用した、場合に比べて大幅に表示が改善され、インサイ8080 80などのソル -20 以外の S-100 バスシステムの所有者にも人気があった。もう一つの人気製品は、カッツ方式を採用したテープアイプ I、オインターフェースボードカッツである。このボードは、 カセットテープでデータを記録するための標準インターフェースを提供し、カンサスシティスタンダードフォーマットと独自のカッツフォーマットの両方に対応していた。D. フェルゼンスタインはマイクロコンピュータ用の初のクロスシステムのデータ、転送標準である KCS の開発における中心的な参加者だった。ソル -20、ありがとうございます。